アーロン・コープランドの公共曲第3番は、この作曲家が完成した最後の公共曲である。第二次世界大戦末期の1944年に着手されたため、愛国的な性格が強い。これは、戦艦期の還元楽曲において、コープランドが繰り広げた音楽版アメリカニズムの様々な作曲様式を、絶対音楽に持ち込み、統合を図ったことにもよっている。 アパラチアの春の素朴で、牧歌的な女情性,性、ロデオや、ビリーザ・キッドの荒々しさや活力、エルサロンメヒコにおけるラテンアメリカの生命力である。第四楽章の女装において、庶民のためのファンファーレが引用されている。1946年に完成され、指揮者、セルゲイ・クーセビツキーの亡き妻、 ナターリアの追憶に検定された。初演は、ボストンにおいて1948年10月、ボストン公共楽団によって行われ、その後のニューヨーク初演で評価を、決定的なものとした。ショスタコービチの公共局第5番が、ロシア人の悲観主義を象徴しているように、コープランドの本作は、アメリカ人の楽観主義やヒロイズムを代表していると、言える。参観編成。 フルート3、ピッコロ1、オーボエ2、イングリッシュホルン1、クラリネット3、バスクラリネット1、ファゴット2、コントラファゴット1、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ、ティンパニと、その他の打楽器類、ハープ2、チェレスタとピアノ各1、弦楽5部。マーラーやリヒャルト・シュトラウスを連想させる、金管楽器や打楽器の充実した巨大なオーケストラが利用され、 渡るが上にもフィナーレの壮麗な祝祭的雰囲気を高めることに役立っている。約45分各楽章はかなり自由に構成されており、曲を聴き進めながら楽識を後付けていくことは特に奇数楽章において容易でない。環球、環球の構成をとる。第一楽章は木管楽器による素朴な主題に始まり、これがオーケストラ全体によって温かく繰り返される。 その後間もなく、庶民のためのファンファーレをほのめかすような、金冠ファンファーレによって、クライマックスとなる。始まりと同じく、終わりもまた平和のうちに包まれるが、とどろくようなティンパニの一打によって、夢のような雰囲気が破られ、生き生きしたスケルト学章が動き始める。怒涛の第二学章は、プロコフィエフの打楽器用法の影響を受けていて、想像しく駆け抜ける主題が、特徴的。 より穏やかで、牧歌的な中間部に落ち着くが、は切れんばかりの喜びのうちに、学章終始を迎える。第三学章はゆっくりと瞑想的に始まり、コープランド作品に典型的な響きの薄い、曖昧な火星が使われている。やがて弾けるような響きにおいてどことなく、ラテンアメリカ風の舞曲調の部分に差し掛かる。その後に途切れることなく、 フィナーレに進んでいくと、それまで随所でぼんやりと聞こえていた庶民のためのファンファーレが、はじめは、牧歌的に、やがて完全に、輝かしい姿となって登場する。ファンファーレが二丁丁で結ばれたのと入れ違いに、木管楽器によって賑やかなアレグロによる主部の幕開けとなり、やがて見学合奏によるフガート風の動きを中心に、フィドルを連想させる、無休動へと発展していく。 ファンファーレが再登場して新たな主題が呼び込まれる。以上の要素を軸に一種のロンドソナタ形式によって構成されているとみなされるが、しかしながら学章のほとんどはファンファーレ主題の展開に費やされている。ありがとうございます。